A representative pop singer of Japan, Noriyuki Makihara, in a live concert never attempted before. The battle site, the place all artists dream of, the sacred stage of the Budokan. His opponents will be an 81-piece orchestra, with their overwhelming power and refined techniques. They will make their attack on Makihara. Joining them will be a group of young assassins, an 82-piece choir, mesmerizing Makihara with their heart-cleansing harmonies. The members to engage with Makihara in his counter-attack will be five unique talented musicians. Makihara's beautiful voice will strike back atop the band's swinging beat and heavy groove. Over 160 musicians crossing swords on a single stage. In this battle royal, only the strong will survive. Will Makihara have a chance at victory? Now, the curtains will open to this historical live concert. Noriyuki Makihara Symphony Orchestra Concert Celebration.
皆さんこんばんは。ようこそ牧原紀之シンフォニーコンサートオーケストラコンサート、もう一回いきましょう。ようこそ牧原紀之シンフォニーオーケストラコンサートセレブレーションにお越しくださいました。本当にどうもありがとうございます。
いやもう本当に昨日今日と、東京で今日がもう最終日なんですけども、このような形のコンサートができることを本当に心待ちに、楽しみにしておりました。皆さんも多分同じように、楽しみに待っててくださったことと思います。今日はですね、日頃のもういろんなこと全部もうパーンと忘れてですね、思いっきり楽しんで帰ってもらえますようにですね、僕らも一生懸命頑張りますんで、どうか最後までごゆっくりお楽しみください。
情のコンビナートは赤と白の市松模様、君に見せるつもりだった。ロケットの模型と同じで、もう君にも見せることもないし、この道も二人じゃ通らない。話もしてキスもしたけど出会わなかった、二人誰も許してくれないなら一緒に逃げよう。って泣いたよね、南極なら君と僕とペンギン、悪くないねってちょっとだけ笑ったよね。今でも時々思い出しては、連れ出さなくてよかったことも、愛していたのも本当だったと笑ってる。
その前に誰かに嬉しいこと知ったのでしょう。辛いことがあればきっとその前に誰かに辛い思いをさせてしまったのでしょう。本当のことを言うね。生きていくことはとてもとてもとても大変だし、それが当たり前なんです。残念ながら僕らはこんな風にいろいろ抱えて生まれてきたんです。そのまま何もしなければ人生しかないんです。けど生まれた時あんなに大きな声で泣いたのはこの心と体を全部使って、今度こそは誰かに何かいいことをできるチャンスをもらえたのが嬉しかったからなんです。
を足らずの短い言葉で誰かの心を深く傷つけてしまった。あの時僕はどうかしてたんだ。自分の心を逆なでるのを止めたいのにどうしても止められなかった。たとえ見当違いだとしても言葉は悲しいほど言葉のままガンガンやミサイルのように軌道を変えられず届いた場所で必ず誰かを無意味に傷つけてしまう。僕は問いかける僕の中に僕の知らない僕がいて慣れたずの悲しみを見当違いの誰かで果たさないかどうか。生まれたばかりの小さな可愛い子犬を囲んで笑顔をこぼし慣れる人たちに紛れてやっぱり同じように笑いながら小さな頭を撫でながら革靴で尻尾の先を踏みつける人を。確かに忘れていくことで人は生きていけると、全てを記憶のゴミ箱に詰めてしまう前に胸がねじれた時に感じた痛みを誰かに感じさせるよう覚えておくんだ。僕は問いかける僕の中に僕の知らない僕がいて慣れたずの悲しみを見当違いの誰かで話さないかどうか。これは毎日起こるかもしれない僕の中の戦争を戦う相手は他の誰でもない自分を相手の戦争と言いかけることをやめれば負けてしまう。簡単に僕は問いかける僕の中に僕の知らない僕がいて慣れたはずの悲しみを見当違いの誰かで話さないように話さないように というわけで、もうスタートしてからバーッと、ここまで駆け抜けてきたんですけども、このような、ね、いわゆるフル管弦楽団と、ね、いつものレギュラーのバンドという形が合体した形のコンサート、これをですね、かねてから本当にこう、実現させたいと思っておりましたが、こんな早くにですね、実現できると思ってなかったのでとても幸せに思っています。なぜこういう形にしたかったかというと、僕ちっちゃい頃にですね、親がおもちゃは買わないけれどもコンサートは行っていいよという、非常に僕にとって非常に好都合な親だったんですけれども、いろんなコンサートに、行きました。それこそ
このようなね、こういういろんな楽器がボワーンと並んでいるオーケストラからですね、もちろんあのこうソロの誰だっけな、誰言ったかな、ヨーヨーマーとか言いましたわ、中学生の時とか。でもね、そういうのって当時聴いてる時ってそのって感じ、いざ聴いてみるとちょっと難しかったり、ちょっと眠くなったりとかもしたり、いろんな感じがあったんですけども、今思い出すとですね、そのいろんないい音楽を自分が聴いてきて、本当にこう生の音をですね、本当、そして実際に音楽っていうのは人間が演奏して音を出してるんだっていうのをですね、いろいろこう知ってきたおかげで、今僕はここにこうやって立って、こうやってみんなと一緒に楽しい時間を過ごせることができてるんだと思うんですね。それでぜひあの今度は僕がそういう風な音楽にですねしてもらったことと同じようなことを僕も、聞いてもらえる皆さんに、聞いてもらいたいなと思って、このコンサートの形が実現化されたというわけなんですよ。実は言うと楽しいです。どうです、いい、よかった、いいみたいです、いいみたいですであのまああのすごく最初はね、あのもうほとんどどんなセクションのいわゆるその音の人とか、舞台の人とかみんながですね、でもそんなの無理だよみたいな話があるんですけど、無理だよと言われるたびにやりたくなってしまう槙原敬之なんですね。やってみてよかったらこう思わず今ね、よかったねって、できるね、でも素晴らしい演奏の方じゃないとこれできないんですよ、言っときますけどね。もうめちゃめちゃ上手い人じゃないとできない、でもあのでもそれが非常にポップスとしてね、みんなに伝えられているのがとても幸せだなと思っております。でここでですね、あの一曲、せっかくこのような管弦楽、管弦楽でございますねはい、皆さんで管弦楽、はい、ありがとうございます、ね、いいお客さんやね、本当ねあのその管弦楽で、ならではのアレンジで、あの門倉先生がですね、素晴らしいアレンジにしてくださった曲を一曲ここで歌いたいと思います、曲はですね、アルバムホームスイートホームの中から、You are so beautiful、聴いてください心に嘘をつくことはなく、固くななまでに自分に素直で、言葉は迷わず、眼差しは強く、その先には必ず誰かの幸いがある。 You are so beautiful、 美しい人に、
それではですね、ここで、もう最後の曲になってしまいました、皆様ごきげんよう、実を言うとですね、今回あの一部二部構成になっておりまして、途中に休憩が入りますね。ぐるぐるっと来た人とかね、ちょっと小腹が空いた人とかね、いろいろと、あ、そういえばガスの元栓どうだったかしらとかね、そういうのがちょうど今これで確かめられますんで、お休みに入ったらぜひ皆さんの好きなことをやっていただきたいと思います。じゃあその周りですね、こんな曲を聴いていただきたいと思います。とりあえず何か食べよう、聴いてください。君にも聞こえたんじゃない。
時の出来事を何と呼ぼうか、
どうもありがとうございます。第2部がスタートいたしました。それではですね、ここで、素晴らしい演奏を聞かせてくださっております、メンバーの紹介をしたいと思います。皆さん温かい拍手をお願いいたします。そうね、そう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 よ、反応がいい方がいい。それではまずですね、こうちょっと奥まっているところにいるんですけど、ね、ドラマドラムです、ね、松永俊哉さんです。そして、ラテンパーカッションと言っていいんでしょうか。でもみんな同じようなもんだね。一応でもクラシックの方みたいな。みたいな。でもこう打楽器ね。混じってますね。いい感じ。さっきペンギンでも素晴らしい、ね、プレーを聞かせてくださいました。パーカッショニストのマタロウさんです。そして、ね、ちょっと またもや、前の方にはいるにはいるんですけれども、ちょっと、ね、背が大きいので後ろの方に、いらっしゃいます、ベーシストかっこいいですね、それね、ちょっとなんかビートルズっぽくも見えたりもしますが、ね、有賀信夫さんです。そしてね、アグリッシブなプレーを、ね、これオーケストラの囲まれてですね、もうギュイーンと聞かせてくださっていますけど、非常に、ね、今日はちょっとね、可愛い髪型ですね、それ、ね、小倉弘和さんです、ギタリストです。そして、今回の、僕の曲のですね、編曲、そして音楽監督でピアノも、やってくださっております、今回の、このセレブレーションの、総合監督を、してくださいました門倉聡さんです。そして、ねもうこう男は背中で語ります、的なね。でもそっちから言うとちょっともうずっと前見てるんですけど、すいませんね。指揮者のですね、吉田行地さんです。そして今ねもうすごい綺麗な歌声を聞かせて、くれました。もうとってももうなんか今日最後なんですけどね、なんかもうね、可愛いやつらなんです。80人います。80名の混声合唱団です。専属学園音楽大学の皆さんです。そして、今日このコンサートのために集まってくださいました、管弦楽の皆さんです、槇原敬之シンフォニーオーケストラ。そして、コンサートマスター、さっきももう You're so beautiful でキュンとかね、来た人も多かったんじゃないでしょうか、篠崎、正純さん、コンサートマスターです。僕はやらなくていいんですか。すごい楽しそうで、みんなこうやってこうピアノ、ね、かっこいいんですよ。さあ、さあですね、そんな、メンバーでお送りいたしますけれども、次にお届けする曲はですね、8月の11日にニューアルバムが発売になります。
ありがとうございます。エクスプローラーっていうのが出るんですけども、あのその中から一曲、その様にお聞かせしようかなと思います。皆さんいろんな夏休みね、ちっちゃい頃いろんな経験があったと思います。勉強してた子もいると思うし、ね、僕みたいに電気屋の手伝いしてた人もいると思うし、虫取りに励んでたいろんな子供たちがいるんですけども、そんな子供たちを夏は覚えてるってことで、夏は覚えてる、聞いてください。たとえどんな場所にいても自分を
転げ落ちた水たまりで泥だらけになったまま、それを横目で見ながら笑う傘の群れを二つに割って歩き続ける、oh yeah、いつか影に太陽は昇り全てを乾かすだろう、その時ひび割れた道路を両手で払い落とし、払い切れずに残るものが残りだと誰は知るだろう。 It's gonna be responsible to simplify his own life。 ややこしく生きてるように見えても、彼は単純に自分を知ってるのさ。誰かのせいにしながら生きるつもりはないだけなんだ、だけなんだ。
を見かけたなんて運命的な二人。おめかしというよりちょっと変装に近い服で出会った頃ならきっと見過ごしてた。ひょっとしたら別のやつと会ってたりして、心に気がついた。だけど信じてる信じてる君を信じてる。二人の君が大丈夫だと背中を押す。指令はくなされた。僕は T シャツと破けたジーンズに身を固めたスパイ。情を騙してやれ。今日あの子と会ってたの、驚く顔が見たい。高そうな車の横で君は立ち止まる。運転席の男が軽く手を挙げた。僕の胸がキスピードで高鳴る。を気にしながらやつとキスをした。シャレになんないよなんないよ、悪い夢ならば早めに覚めてと呪文のように叫んでる。真実を知ることがこんなに辛いなら僕はスーパーに幸せが僕だったのかい。涙が出てきた。今僕を笑う奴はきっと笑顔する。だけど信じてる信じてる、どうか信じさせて。両腕がじんと熱くなるくらい抱きしめた強さ。君の体に朝のように残ればいい。そしていつか思い出して、そう見抜けないほど恋に落ちた役立たずのスパイを。
てもどんな事情があるとしても悪いことは悪い変わらない自然の法則は変えられない。騙された僕がいるからには当然騙した人がいて罪を犯させるきっかけを僕が与えたとも言える。そんな風に考えられるような僕がいればどうだったのかと思い始めたら答えが溢れ出してきた。自分のことしか考えられない。僕が生きているだけで他の誰かも傷つけてしまうのなら、自分以外の誰かを思いやれるその日、僕もその日
ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン。先に並んだいろんな花を見ていた。人それぞれ好みはあるけど、どれもみんな綺麗だね。その中で誰が一番だなんて争うこともしないで、バケツの中しげにちゃんと胸を張っている。それなのに僕ら人間はどうしてこうも比べたがる。一人一人違うのに、その中で一番になりたがる。そうさ、僕懸命になればいい。小さい
にかかった雨雲は全てを隠し試した。信じたもの全て嘘にするなら、この雨を止ませてやると、僕はその時思い返してた。あの夜風に追いやられ逃げる雲さえ綺麗に染める夕焼けを見たことを、美しさは変わらない、もしも変わるとすればそれを映す人の気持ちが変わるだけだから、何も求めずに何も変わらず、いつも僕らを照らす太陽、この暗闇の中雨に打たれながらずっと待ち続けた。そして今僕は明るい日差しの中でずぶれになった僕に、変わらないあのぬくもりを初めていた。確かに一度も迷わずにいられたわけじゃないんだ。疑うことで本当のことが確かめられる時もある。たとえあの時の雨雲が僕らにければ前より強いこの気持ちを感じられていただろうか。誰かのための
どうもありがとうございます。次に歌う曲はですね、今回のこのセレブレーションという、お祝いしましょうと。何をお祝いするかというと、今日こうやって生きててですね、みんなでここに集まって音楽を一緒に聴けるっていう、本当に、音楽聴けなくてもいいです。今日生きてるってだけでもいいです。それをお祝いしましょう。毎日生きてて儲けもんみたいな、そんな感じです。でもそれをやっぱりちゃんと、思いながら生きてる人と生きてない人ではちょっとなんか見えてくるものも違ってくるなと最近思って、ぜひみんなで今日も無理やりお祝いしようと思って、セレブレーションという名前にしました。で、そのタイトルのきっかけとなったのはもう、この曲、次に歌う曲なんですけども、なんか幸せ、あなたが幸せの時なんですかって聞いた時に、結構みんなの物とかどこ行った時とかそういう答えがあるんですけども、どっか行かなきゃ、物がなきゃ、ね、なくなってしまうような幸せなんか欲しくないじゃないですか。でもずっと続くような幸せが必ずあると、それってどんなもんだろうなと思って、できた歌が次に歌う曲です。今度の、シングルになります。僕が一番欲しかったものを聴いてください。素敵なものを拾って僕は喜んでいた。ふと気がついて横に目をやると、誰かがいるのに気づいた。その人はさっき僕が拾った好きなものを今の僕以上に必要としている人だと言うことがわかった。惜しいような気もしたけど、僕はそれをあげることにした。探していれば、もっと素敵なものが見つかるだろう。その人は何度もありがとうと嬉しそうに僕に笑ってくれた。
皆さんどうもありがとうございます。すごく僕も幸せな気分です。幸せついでにちょっともう一丁いきましょうか。
それではもう一曲ここで、聴いていただきたいと思います。これはですね、犬の遠吠えがあるんですけども、うちには犬が5匹いるんですけども、その犬がたまに遠吠えをするときに、あっと思って作った曲です。聴いてください。君の名前を呼んだあたり、
マジだね。泣き止んでる。ちゃんでいきますよ。はい。毎日ならば僕
もう一度大きな拍手を。どうもありがとうございます。気をつけて帰ってね。気をつけてね。